はい、みなさんこんにちは。スレアトリのベラちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日もアルメンちゃんとベラちゃんのメキシコ料理教室、イエーイ。メキシコ料理と日本料理が本当に違う、まあ、材料、使う材料とか、まあ、味とかも全部違うけど、その中でなんか大体同じものもある、同じ料理、似てる料理もある。で、今回はちょっと日本にもあると思う。確かに見たことあると思う。で、メキシコにもある。多分ちょっと違うと思う作り方だけど、最終的にはまあ大体同じじゃないかなって思います。それはプラタノスフリートス、なんかフライバナナって感じ。メキシコでは特別なバナナがあります。ね、使うのは今プラタノスマッチョスっていう、まあこんな感じ、見えるかな、見えるかな、なんか黒っぽい、同じかわからないけど、 もしかしたらまあ最初は緑じゃん、でその後少しずつは黄色になっていくじゃん、で最後にはもうめっちゃあの黒だけど、メキシコで使うのはもう本当に同じの、なんかめっちゃ最後のなんかもう黒になったやつなのか、違う種類なのかちょっとわからないけど、普通にあのスーパー行ったら普通のバナナ、このバナナと他の売ってるからわからない、違う種類なのか。材料紹介ですね。まあ、じゃあ普通のバナナです。牛乳、クリームチーズ、多分みんなも、もし私の他の動画を見てる人はもうこれはなんでセットでわかるのよね、わかると思います。バニラエッセンスも、砂糖なんていうのかわからないけど、これも使って、くるみも使う。私はパイナップル好きだからパイナップルも乗せる。でもちろん油ね、油、オイルが必要です。じゃあ始めましょうか。あのミキサーにクリームチーズ、これは226g です。お、牛乳、で今回は砂糖も入れる。小さい、なんていうの、スプーン、なんて読むんだろう、5ミリの2個です。バニラエッセンスのちょこっと、OK です。あ、いい感じです。終わりました。で、今バニラエッセンスも入ってるからめっちゃいい匂い。 OK です。マジャバナナは、まあ、この皮を抜くね。これはもう本当にあの絶対祭りどこでも売ってる、メキシコでね。私はバナナファンじゃないからあんまりあれだけど、あんまり食べないけど、まあ普通に美味しいよ。半分に切る、そしたら半分ですね。こんな感じ。そしたらもうできてる。そのまま、何も入れない、そのままあげる。オリーブオイル、めっちゃバナナの匂い。色が変わりましたから、もうこんな感じで OK です。揚げました。こんな感じです。まあ見た目あれだけどね、まあそんなに綺麗ではないけど、まあそしたらね、その上にクリーム、クリームです。この
今さっき作ったクリームを塗りますよ。その上またこのこれチョコとね、そのにこんな感じでにゃにゃーん、その上にくるみ。私パイナップル好きだからね、でもなくてもまあ普通のは多分ない。でもその代わりになんか他あるいちごとかね。完成です。いいねいいねいいね、めっちゃそう。美味しそう、食べましょうよ。いいな。ラタノスリータスっていう、見るかな、めっちゃ面白いよね、引っかかるけど、これね、ちょっと食べていきたいと思います。今回はね、あのヨヘに食べさせない、なぜならあのヨヘはね、バナナが嫌いです。嫌いから、じゃあ今回バナナで私ね、ちょっと食べて感想言うって感じですね。いただきます。うん、めっちゃ柔らかい、クリームうまい。うん、すごい、なにこれ、めっちゃうまい、うまい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 。で、クルミね、クルミ食べるのもめっちゃ美味しい。このクリームやばい。皆さんできれば作ってみて、本当に美味しい、マジで美味しい。今メキシコの、あの住んでた時の思いです。パイナップルと食べるとね、全く違う。やばい、これ美味しい、マジマジ美味しい。もう全部食べちゃうよ、食べちゃう。うん、すごくすごく美味しい。マヤも全部食べちゃう。ということで、みんなこんな感じですけど、多分日本にもなんかあるよね、多分ある、なると思う。多分まあ作り方は違うだろうし、あとねトッピングも違うかもしれないけど、なんか確かに死んだ分かるね、まあ、ということで、まあメキシコと日本の料理はもう違うけど、たまには似てるあの食べ物もあると思います。この喉がいいなと思ったら、これまた作ってとか、これやってみてとかってあれば、まあアイデアとかね、リクエストとかあれば、まあぜひぜひコメントしてください。まあ動画いいなと思ったら、チャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。アディオス、アミゴス。